皆さん、ロッチ、皆さん、お越しいただきました。ありがとうございます。こんばんは。本日は、ファーストキンチとシャイナーナイツのライブということですが、ワンステージ目をお借りしまして、ファーストキンチをここに迎えまして、約32、3年前のバンドを再現しようというお声でございまして、私が学生の頃に、この、ここにおります、池間勝明を中心としたイーチャンブラザーズという、非常によくわけのわからないバンドをやってましたが、当時はブルースが鬼のように流行っていた時期でございましたが、当然のことね、ブルースバンドだったんでございます。そして、メンバーをご紹介しましょう。初にはその後ローラーコースターで名を馳せることになる、小出仁さん。そして私のクラブの、2級先輩、3級先輩ですよね、である、山本裕次郎さん。そしてジャズのおじいちゃんではございませんが、私の後輩の中川清志君。そして、この方は当時はいなかったんですが、その後第2期イーチャンブラザーズというのがあったんですけどね、記念中何年当時に一緒にまた、集まってやり始めた頃に別の学校のサークルから来ていた高坂弘也君。そして、シャイナーナイツの小安田さんというのを迎えてですね、とりあえず、目標は止まらずに演奏して、ただ、非常に、まるで息をするように自然な池間君のドラムに注目して、こういうこと言うと緊張しちゃうんで、聞いてみましょう。それでは、いい、当時、極めにやってたどうでもいいインスト、イーチャンシャッフルから聞いてみましょう。